Yeah, please. 我们现在去布里斯班的、Mountain Kucha、是 Kucha 山，应该是眺望布里斯班是最好的地点了。希望大家喜欢我们的频道，欢迎订阅。行驶400米后，从环岛的一出口出来。OK。关系还是不要在这里喝了，还是拿到 takeaway cup。现在我们下山啦，准备去山底的一个小公园去看一看。これから僕たちはトラッキングに入ります。短い距離をちょっと歩いていますね。あんまり遠くは今僕腰の調子も良くないので歩けないと思うので、彼女が今日は子供をおんぶして歩きます。さあどうなることでしょう、行ってみましょう。はい、これからトラッキングに入るんですけども、見てください、これ。お、見えるかな。お馬さんもここ可能って書いてありますね。馬がここにいるんですかね。この間本当にやっぱオーストラリアってすごいね。おお、25km。有几个小的步道，我们找个短的去走一走。本当は新鮮な空気だねって言いたいところなんですけど、今日はなんかスモーキーで、なんか呼吸しづらい。なんだろうねこれ。What is this smoky? Like a fire. Yeah. どっかで燃えたような跡の、そんな匂いがします。さあ秋は全然平気みたいね。秋ちゃん。You?地図にはなんか馬もこう歩くっていう書いてあるけど、馬が本当にここにいるのかね。どうなんだろう。昨日行ったビーチには、あ、この間行ったビーチには馬のひづめの跡がいっぱいあったけど。Which way?
が舗装されてたりなんかするのかなと思うんだけども、こっちは違うね。いやゴミはないけども、なんか結構タフな道のトラッキングですね。ちょっと傾斜がねきついから、ここまでにして僕たちは引き返しましょうね。ちょっと今ね滑っちゃった。爸爸刚才差点滑倒。滑ってこけましたんで。やっぱね おじいさんにはちょっときついかもしれない。所以我们放弃走这条路了，因为刚才这个坡度有点大，然后 地下都是那种土路，然后比较滑。でこれから帰って、これもちょっとリハビリですからね。就这样睡着了。Sleep。ああ、それにしてもね、木がね、キアンの時はもうちょっとトロピカルな感じで、いろんな緑が多かったけど、ここはもうちょっと茶色。まあ、僕のサングラスが黒いっていうのもあるかもしれないけど、で木々もね、そんなにカラフルじゃない。緑がそんなに濃くないね。やっぱ緯度が関係してんのかな、天気が関係してんのかもしれない。動物は何にもいないし、鳥の声も聞こえないし、まあ、これがブリスベンですね。でもここからこの山から ブリスベンの町までほんの数10キロとかそんなもんだから、それでこんな、山が手つかずに残ってるっていうのはすごいよね。日本じゃちょっと考えられない。僕は東京育ちだったけど、こんな山がCBD の近くにあるなんて、やっぱこれは財産ですよね。お、また人が来た。歩いてるのは大体女性の人ばっかりだ。男の人はビールでも飲んでお家にいるのかな。いやほんのちょっと歩くだけで汗がかいて暑くなりましたね。これはね、町から来ているバスですの。2台多い、両方から来ている。結構バスでこの山の上まで来る人が多いんだね。もうなんか僕たちは、まあ、上に行った時も利用してる人が結構いたから。でも停車場がいっぱいあるから結構かかるんじゃないかな。1時間以上かかるんじゃないかな。おーっと、これ町が見えますね。わー、すごい、すごい景色、すごい遠く何百キロ先まで見えるって感じかな。おー、これが街ですね。もう見えなくなっちゃったか。さっきはね、歩いてる人、走ってる人や自転車でここに来てる人もいたから、すっごい健脚ですね、みんな。僕は腰一つなんだから。